はいどうも、翔平 TV です。本日はですね、モンタースポーツにいるんですけども、肩がもうずーっともうなんか痛い状態。投げようとしたらこう、痛ってなるような状況で、まあいろいろ筋トレをしたり、まあこう、フォームの改善とかをいろいろしたりしてるんですけども、今回はね、ネットでね、どうしたらこう、肩痛が治るかなと思ってこう、探してたんですけど、そしたら、肩痛が改善されるサポーターがあるっていうのをね、ちょっと知りまして、それを取り寄せてみました。これで肩が治ればマジで最高なんですけど、ご紹介します。こちらブレイスレボ等級サポーターと言います。はい、手首から上腕ぐらいまでの、ま、サポーターになってまして、これをつけることによって肘がね下がる原因のそのテイクバックがこうスムーズになりますとか、肩の故障や痛みの原因となる、下外旋対策、外旋しすぎちゃうのを防ぐとか、肘の故障や痛みの原因となる外反のストレス軽減されますとか、そういうのを、意識された、整形外科医と理学療法士の方が開発した、ものとなっております。でこちらね、サイズが S と M と L ありまして、右用左用っていうのがあります。お値段がですね、3800円プラス税となっております。僕のこの腕の周りのサイズで言えばL サイズの一番上のサイズですね。結構太いんで一番上のを購入しました。でこちらは野球以外にもソフトボール、バレーボール、バドミントン、ハンドボール、陸上の投擲種目、陸上の投げる系のね種目の人向けの、サポーターになってます。ちょっとつけてみましょう。はい、つけました。これはアンダーとかの上につけんじゃなくて、もう直につけるようらしくて、今これですね、これがそうなんですけど、分厚めの生地で、で今この上から、服を着ました。で着た感じこうキュッとこう締め付けられる感じ、筋繊維がこうバッとこうまとまるみたいな感じですかね。自然と曲がったり自然とこう腕が上がったりとかして、結構楽な感じです。で、これで今度ね、これをつけた状態でキャッチボールとか、した動画を次回出しますんで、お楽しみにしてください。で、今回はこちらを紹介しました。で、今つけてるんですけど、まあ、この辺から、この辺から、ここまで、結構長いですね。脇よりちょっと手前ぐらいのところから、手首の、この位置までの長さになってます。で、軽くシャドウとかね、してって、肘の位置が体と離れないように、しっかりこの状態でこう投げれるとか、肘が上がらない人とかがこうスムーズに上がるようにするようなサポーターってことで、ちょっとこれで、まあ、これをつけるだけで治るとは思わないんで、これをつけてキャッチボールとかをして、ちゃんとした正しい投げ方フォームで投げて、それで投げ方で改善をしていって、将来的に治るっていう風になるようなサポーターかなと思います。こちらのね、購入リンクは、概要欄に貼っておきますんで、こちらチェックよろしくお願いします。結構僕のチャンネル見てくれる人とか、結構ね、肩肘痛めてて、悩んでますみたいな方、結構多いと思うんで、まぁ、ちょっとこちら、お値段が3800円、まぁ、4000円ちょっととなりますが、これで肩良くなればもう最高ですよね。僕もちょっとこう、これをつけて、肩を直していきたいなというふうに思っております。はい、この動画いいと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。